吉田さん、まあ、人の心理が変わらない部分っていうのは結局基礎的なところは変わらないんでしょうねで細かいところっていうのは人それぞれ勘違いとか趣味嗜好があったりとかその瞬間だけに踊らされたものがあったりブームがあったりでいろいろ変わるんでしょうけどねだから人間のこの根底の部分っていうのは変わらないんでそこを、まあ、まさに基礎ですよね基礎がすごく大事でそこを解決手段を取っておけばいいということなんですよねだからいまだにコピペをする方法とかが 再生数がすごく回るとか、ね、あのお金になりそうな ATM の動画が多くの人の興味関心をそそったりとかするってことなんですよ。うん、まあでもあれですよね情報発信をしてこの検索されるだろうというふうなこのキーワードとかエピソードをこう考えておくっていうのはなんかもしかしたらすごい人類の貢献なのかもしれないですね。うんあの YouTube っていうものがこれからもずっとあるとすると私たちが死んでも私たちのアカウントに残った動画っていうのは検索されるわけですよ。でそれによって誰かが役に立つとかねまさに聖書みたいな誰でも聖書って感じですか聖書もいまだにこのいい言葉だなとかあいい問題解決の方法だなっていうのが二千数百年前のものがいまだに使えるわけじゃないですかまあもちろんそれをね悪に利用する人もいるかもしれませんけども でもそうすることによって聖書の教えっていうのは2000年前も1000年前も100年前も私たちに訴えかけるものがあるっていうことで多分これから1000年2000年と残っていくだろうなと思うんですよ。でももしかしたらこれからは聖書という書物ではなくってインターネットを検索した YouTube というコンテンツに残っていくのかな。そうすると人類の歴史がこれからね100年200年続く中で私のコピペ動画っていうのがなんか5億歳再生とかねあるかもしれないですよね。<laughs> なんか多くの人に。 求められた動画が埋め込めて良かったなというところでございますかい <laughs> ってらっしゃい